熱湯に注意。ココアもっとちょうだい。今はダメ、もうすぐご飯よ。そんな、もう一杯だけダメ。もう一杯ダメよ。お腹を空かせておかなきゃ。今日は美味しい野菜シチューよ。うげー。お待たせ、さあ食べましょう。あ、二人とも何してるの。熱いお湯はとっても危ないのよ。あなたたちはもうココア没収ね。なんでだよ。ママに内緒で作ろうとしたからよ。お兄ちゃん、ココアのことばかり考えちゃう。だよね、あれからずっと飲んでないもん。もうダメ、私これ以上我慢できない。もうたくさんだよ。ルーシー、作戦会議だ。作戦会議？作戦名はココア大作戦だ。ルーシー、バディ、準備はいい？うん。ワン。まずターゲットはキッチンの戸棚の中だ。でも鍵がかけられてて、鍵はママの部屋だ。ママがいないうちに部屋に入って鍵をゲットする。その後は？多分ポスティがママに荷物を届けに来る。ママがいない隙にキッチンに行ってココアをいただくんだ。うわー、私ココア2杯飲んじゃうもんね。ママが下の階に行けばココアは僕のものだ。うん、ワンワン。ママが動いた。行け行け。オッケー。あれ、いつもここに置いてるのに戸棚の鍵はどこだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ママが鍵持ってる。もう終わりだわ、私の美味しいココア。いや、まだまだ。ねえママ。何ルーシー。靴下に穴が開いたの。あらやだ、またバディが噛んだのね。ママが縫っておくわ。あら、もしもしロバート。あとちょっとだったのに。あ、ちょっと待ってて、ポスティが配達に来たわ。ありがとうポスティ。やった、スイッチオン。はい。じゃあね。どうしよう。バディ出番だ。バディ、それは私のよ、返しなさい。やったお湯が沸いた。バディ、オッケー。ルーシー、ピーター。ルーシー、触っちゃダメ。怪我しなかった？大丈夫。ピーター、レスキューチームを呼んでちょうだい。わかった。ママ。ママはもう大丈夫。よしよし。はい、これでもう大丈夫。正しい応急処置ね。すぐ治るはずよ。ありがとう、アンバー。今回は火傷をした時にどうすればいいか教えよう。まず、火傷をしたところを水や生理食塩水で冷やそう。火傷が覆われてたら服はそのままにして、清潔なガーゼや包帯で優しく巻くんだ。水ぶくれができても触らないようにしてね。もしひどい火傷を負ってしまったらすぐ病院に行って見てもらおう。でもまずは火傷しないよう常に気を抜かないこと。料理中は近くで遊ばないで。食べるときはよく冷ましてから口に入れるようにね。ええ、アドバイスありがとう。本当にごめんなさい。僕もごめんなさい。まあ何はともあれ勉強になったわね。じゃあココアでも飲みましょうか。イエーイ。あらやだ、ココアが空っぽだわ。ないの。まあしょうがないわね。ココアはまた今度にしましょうか。
待ってよママ、今すぐお店に買いに行こう。急いでママ。2人とも話して。ママクロの安全ルール。勝った！なんだ？どうしてみんな止まってるんだ？信号はまだ赤じゃないぞ。前にスクール B がいるだろ？通学路だから止まってるのさ。なんだって？このカードは強いぞ。どうかな？二人ともこの強いよ。大切なカードなのに。終わりよければ全てよしと。ほらちょっと急いでくれないか。言っておくけど僕はルールに従うよ。通学路でこれ以上スピードを出したらいけないんだ。嘘でしょ。どうしてこんなことになっちゃうの。これによると通学路での事故が増え続けてるの。そうだよね。標識も見ないでスピードを出してる車がいっぱいいるんだ。ひどいわね。通学路では子供たちの安全を守らないといけないわね。学校を休みにできないもんね。子供たちはきっと喜ぶでしょうね。通学路のルールを見直した方がいいかもしれないね。ちょうど交通整理に行くところだったから新しいルールを考えてみるよ。おいダグ、ほら、うん、ねえジェニー、うん、今日は僕らを待たなくていいよ。なんで？そのちょっとやることがあるんだ。だからいつもと違う道で帰るよ。ああ、わかった。またバトルカードを買いに行くんでしょ？じゃあまたね。いつになったら成長するのかしら。今日こそスーパーファイターエリートカードが出ると思う？だったらいいな。今日はなんだか出そうな気がするんだよ。さあ行くぞ。よし行こう。トビー、こっちよ。イエーイ。じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん。絶対に新しいカードが欲しいな。僕も入ろう。止まって。そんな参ったな。また通学路で足止めか。お待てよ、こっちから回り込めるぞ。ありがとうポリ。気をつけてね。はあ、これでよし。反対側も見てこよう。え、嘘だろ。どのカードもいらないよ。もう持ってるもん。ダグ、どうしたの。僕のやつ大当たりだ。本当に。ついにやったぞ、最強のゴールデンドラゴンだ。ゴールデン。もっと早く見つければよかった。危ないじゃないか。あ、わあ、ちょっと待って。気をつけてくれ。何なんだ。おい、一体どうなってるんだ。子供は宿題をやれ。いつにはかなわないぞ。まさか本当に当たるなんて。僕のものになるはずだったのに。逃げられないぞ。二人とも大丈夫かい？ポリー、ここは通学路だ。制限速度を守らなきゃいけないのは知ってたでしょ。悪かったよ。でもこんなに子供がたくさんいるなんて思わなかったんだ。通学路は子供たちの安全を守るためにあるんだ。標識を見かけたら子供がいると思わないと。急いでいるなら回り道をするか、あらかじめ早く出ないとね。そうだね、ケビン。それにダグ、君たちもだよ。通学路は安全なはずだけど、それでも外にいるときは気をつけないと。昼間は人も車もたくさん君たちの学校の前を行ったり来たりしているんだ。もちろんみんな周りを注意してくれているけど、でも学校から出るときは自分が行く方をよく見てから進もう。絶対に走ったりふざけたりしてはいけないよ。スクールバスから降りるときはバスの前を横切る前に周りをよく見るのが大切だ。怪我をするかもしれないからね。うん、分かったよポリー。二人
人とも今日はカード買いに行かないの？今もっとかっこいいゲームをやってるからね。そうなの？そうなんだ。僕らがやってるそのゲームは究極魔法戦士って言うんだ。へえ、そうなの。じゃあね、みんな。じゃあね、ポリー。その究極魔法戦士のこと教えてよ。ダメダメ、みんななんだ。ボール遊びのルール。いくぞ。よし、いくぞチャールズ。パス。チャールズ、大丈夫か？ちゃんと取ってくれよ。ごめん、僕はスポーツがまるでダメなんだ。ボールで遊ぶのなんて無理だよ。あ、いや、そういうつもりじゃなくて。僕は帰るよ、二人で遊んで。待てよチャールズ、得意なスポーツがきっとあるさ。ねえ、一緒に見つけようよ。本当？さあ、これでいいわ。大丈夫？スポーツをする前には準備運動をしないとダメよ。きちんと体をほぐせば怪我を防ぐことができるわ。これからは気をつけるよ。私も。忘れないでね。チャールズ、準備はいい？うん。よし、行くぞ。悪いお手本だな。えい、えい、それ。チャールズならできるよ。諦めないで。自信を持って。うん。えい。あんなとこに挟まった。練習できないよ。大丈夫、僕に任せて。気をつけて。このくらいへっちゃらさ。 あと少し、 あと少し。やった。落ちたり倒れたりしてとても危ないの。スポーツをする前にはきちんと準備運動をしましょうね。周りの人にボールが当たるととても危険よ。人や車がいない安全な場所で遊びましょう。ボールが道路に出てしまっても絶対に飛び出さないこと。大人の人に頼んでボールを取ってもらいましょうね。ボール遊びはこれでバッチリ。うん、もうバッチリだよ。頑張れチャールズ、行け。
うん。ちびっこ消防士。うわー、スーパードラゴンが全部揃ってる。僕はマフィン全部食べ尽くしたい。二人とも今日はパパとママの日の花を買いに来たんだ。そうよ、戻らなきゃいけないんだから早く。ん？うわー引っかかった。怖がりだなもう。ピーター、許さない、覚悟しなさい。すみません、お花屋さんはどこにありますか？ああ、花屋なら確か4階にあるはずだ。あそこのエレベーターを使って登るといいよ。そうですか、ありがとうございます。あった。すごく綺麗。やあ、いらっしゃい。何か探し物かい？あの、カーネーションは売ってますか？ああ、パパとママの日に贈る花だね。ちょっと待ってて。あの、大丈夫ですか？大丈夫、なんともないよ。これはバラだし、これでもない、これでもない。あったぞ、こんな奥にたくさん。なんだ？お兄さん、火災報知器だよ。何？火事？ご来店中のお客様、安全を確保するため最寄りの出入り口からビルの外へすぐに避難してください。エレベーターの横が一番近い。避難の際に煙が入ってきちゃった。係員にお声掛けください。使って。はい、これで鼻と口を押さえて煙を吸わないようにして。助かるよ。待って、カバンが。待って、カバンのことはいいから、すぐ行かなきゃ。よし、行こう、ついてくよ。どうしよう、開かない。早くエレベーターに乗ろう。ダメよ、エレベーターに乗って電力が切れたら閉じ込められちゃうのよ。なんだって？教えてくれてありがとう。じゃあ建物の中に戻って助けを呼ぼう。皆さん、安全な場所へ。ロイ、子供たちを見かけた。まだ中にいるかもしれない。子供たち？僕の手を掴んで、シンディ。わかった、ジャニー。そんな、みんな鍵がかかってる。煙が上まで登ってきちゃった。助けて。誰か、誰か。あ、ロイ、子供たちを見つけた。北側の階段にいる。ヘリー、よくやった、すぐに行く。たっはっ。みんな、ねえ、ロイの声が聞こえる。ロイ、今助ける、下がってて。了解、行くぞ。みんな無事か？ロイ、君たちは正しい行動をした。避難方法はバッチリだったよ。いつ危険な状況になるかはわからないから、非常出口は常に確認しておくようにしよう。火事に遭遇したら鼻と口を押さえて腰をかがめながら逃げてね。エレベーターは電力が落ちると動かない。代わりに近くの階段を使おう。下の階にいるときはすぐ外に出て、上の階なら屋上に逃げて。ドアに鍵をかけたり
物を置いたりしないようにね。一番大切なのは落ち着いてパニックにならないこと。冷静に、そうすれば大丈夫。いや参った、僕は全然冷静になれなかったよ。君たち本当にありがとう。気にしないで、僕たち火事について教えてもらってきたんだ。僕たちだってもう立派な消防士なんだよ。そしたら煙がいっぱい入ってきて、僕がみんなを外に連れてったんだ。よくやった、さすがだな。わあ、お兄ちゃん本物の消防士みたい。交通安全クイズ。解き方はこうしてこうだよ。そっか、わかった。わかんない、もう無理だ。なんだろう、交通安全クイズ大会か。あら、ダグも参加するの？いや、するよ。よかった、ティムとトビーもチームで出るんだって。ダグは？僕はケビンとだ。ケビンと君が？頑張ってね、きっとこの大会役に立つわ。わあ、ケビン、何？一緒にクイズに出てよ、頼むよ。なんでクイズなんかに出なきゃいけないんだよ。ケビン、本当に出るのかな。だよな、最下位はもう決まりだ。出るよ。え？クイズ大会に。ケビン、絶対に勝つぞ。勝とう。ブルームズタウンの皆さん、こんにちは。それでは子供たちのための交通安全クイズ大会を始めます。僕、出ないよね。緊張するよ。それでは早速第1問。信号がない横断歩道で安全に渡るにはどうしたらいいでしょうか。わかった、もし車が近づいてたら止まったのを確かめて、それから手を挙げて渡る。その通り、正解です。赤チームに50点が入ります。では次の問題です。自転車に乗っていて横断歩道を渡りたいときはどうしたらいいでしょう。自転車を降りて押しながら横断歩道を渡る。緑チーム正解です。ブレーキが効くまでに距離があるから車は急に止まれない。車に乗った時はいつもシートベルトを締めなくちゃいけない。ああ、間違えて押しちゃった。ケビン、ダグ、頑張って。頑張って、二人とも。次の問題です。この中で一番危ないのは何番の人でしょう。答えは4番。残念、不正解です。はい、黄色チーム。違うんだ。そうだ、曲がり角に行って危なかった時ポリーが助けてくれたんだった。わかった、答えは2番だ。曲がり角が一番危ない。正解です。おー、黄色チームに50点が入ります。では次の問題です。キックスケーターやインラインスケートで遊ぶのに一番良い場所はどこでしょう。1番駐車場、2番道路、3番工事現場、4番公園。はい、黄色チーム、正解となるでしょうか。そうだ、車が少ない道路とか脇道でも危ないんだった。車がいないところで滑らなきゃいけない。答えは公園、車がいないところで滑るんだ。正解です。やった。それでは次の問題に行きたいと思います。雪が降った時は白い服を着ない、手はポケットから出しておく。18倍も事故に遭いやすくなるから絶対にやってはダメ。工事現場の前の道は危ないから他の道を通る。見てください、接戦です。ではこれが最後の問題です。正解すると100点が入ります。正解したチームが優勝です。車との事故を防ぐために知っておかなくてはいけない3つのこととは一体何でしょう。はい、緑チーム。残念、それでは赤チームのチャンスです。横断歩道を渡ろうとするときに青信号がチカチカしてたら。残念、正解ではありません。
それでは黄色チームの挑戦です。ケビン、タグ、頑張って。そうだ、ジェニーの家に急いでて走って渡ろうとしたら事故に遭いそうになったんだ。それでポリーがどうしたらいいか教えてくれた。まずはしっかりと立ち止まる。次は運転手と目を合わせる。それから渡っている間は車から目を離さない。その通り、黄色チーム正解です。よくやった2人とも、さすがだね。よし、じゃあみんな並んで。さあ笑って。いいぞ。トロフィーは誰の手に？こんにちは、アンバー。こんにちは。これ何？子供のための安全クイズ大会があるの。みんなも挑戦したら？クイズ大会？僕はクイズ苦手なんだ。僕も。みんなが今まで教わったことを思い出せばきっと勝てるはずよ。勝てる？よし、出よう。やろう。優勝だ。クルーズタウンの皆さん、今から子供のための安全クイズ大会を開催します。緊張しちゃう。大丈夫、アンバーだって勝てるって言ってたろ。それでは最初の問題です。大雨が降った時には高い場所に避難して電柱のそばに立つと安全である。丸でしょうか、それとも×でしょうか。なんだって、全然わからないよ。どっちに行けばいい？電柱の近くは感電するので危険です。残念だね。危なかった。次の問題。ブランコに乗るときは両手でしっかりと捕まる。捕まらなくても平気さ。あれ、待てよ。やっぱり丸かな。正解は丸です。ブランコで手を離したらとても危険です。しっかり捕まってね。危なかった。次の問題です。お友達と自転車で競争をするのは危険なのでやらない方がいい。丸か×か移動してください。あ、前にジョニーと自転車で競争して大怪我しそうになったっけ。正解は丸です。危険なので自転車での競争はやめましょう。やったぞ。よっしゃ。すごいわピーター、また正解よ。さすが息子だ。正しいと思う答えを選んでください。では安全な階段の降り方は次のうちどれでしょうか。1、お友達とふざけながら降りる。2、手すりを滑り降りる。3、手すりにつかまりながら降りる。あ、ジョニーと競争したり手すりを滑ったりして怪我しそうになったよね。正解は3番です。あー、しまった。正解は1番、エスカレーターでは手すりにつかまりましょう。やったー。正解は2番、家の中では遊ばないこと。正解は2番。やった、濡れた手で電気プラグを触らない。やっほー。このままチャンピオンになるのか。もちろんなるわよ。ピーター、ピーター、ピーター、頑張れ。すごい。安全クイズ大会、いよいよ最後の問題になりました。次の問題に正解したらチャンピオンだ。それでは問題です。外にいるときに強い風が吹いてきたらどうする。1、体温が下がらないように動き続ける。2、風の菌が映らないようにマスクをする。3、近くの建物の中に避難する。レスキューチームに助けてもらう。ジョニー、それは選択肢にないよ。難しい問題だ。どうしよう、わからない。1番、2番、3番、どれが正解なの。ピーター、頑張れ。落ち着いて。お兄ちゃんならできるよ。
これが最後の問題だ。あとちょっとだぞ。ピーターなら勝てるわ。教わったことを思い出せばきっと勝てるはずよ。思い出すんだ。体温を下げないように体を動かすのは寒い時のことだったよね。マスクをつけるのは風が流行ってる時だ。そして風が強い時は、外にいる時に強い風が吹いてきたら近くの建物に避難するのよ。答えは3番。風が強い時は近くの建物に避難する。それでは正解は、お願いします。ねえ、3番で合ってるの？見てられないよ。3番、大正解。やったぞ。安全クイズ大会のチャンピオンはピーターです。ピーター、優勝おめでとう。ありがとう、アンバー。やった、僕がチャンピオンだ。ピーターが一番だ。ヒーローがやってきた。捕まえてみな。ピーター待ってよ。やーい、ノルマ。ピーター。危ない、そんなことしちゃダメだ。え、わざとじゃないよ。ねえ、あんた誰なの？俺は消防士。やんちゃな子供たちを見張るのも仕事だ。消防士？そう、今度また同じことをしたらお仕置きだからな。はい。捕まっちまったな。どうぞ使って。どんなに暑くても守ってくれるわ。これを作るなんて大したもんだ。ただいま。あら、おかえり。みんな、こちらはトミー、前に話した消防士よ。よろしくトミー。よろしくな、みんな。ブルームズタウンの才能ある発明家と話してたんだ。ジンはすごいよ。才能ある発明家？便利な発明品ばかりだよ。何か手伝えることがあればいつでも呼んで。ありがとう、頼むよ。ねえ、まだ倉庫にたくさん発明品があるの。取ってくるから待ってて。こりゃ思ったより時間がかかりそうだな。トミーのおかげでビルダーさんは助かったんだよ。トミーはヒーローみたいな消防士だね。あ、おい、それって僕たちにいきなり怒鳴りつけてきたあの嫌なやつのこと？ピーター、トミーのこと悪く言わないで。なんであいつの味方するんだよ。昨日何があったか知らないくせに。どう？僕の言ってることが分かった？ピーター、そもそもそんな場所で遊んじゃダメよ。なんだと？トミーが正しい、ピーターは危なっかしいわ。そんなことないってば。ジョニー、なんとか言ってくれよ。あんなことしちゃダメだと思う。おい、なんだよジョニー。一緒に来て、そのヒーローとやらがすごくないことを証明してやる。見ろよ。よし、もう大丈夫。君のおかげで助かったよ。見て見て、やっぱりかっこいい。嘘だろ。ピーター、僕帰って宿題やらなきゃ。僕も。私も。あ、待って、まだ帰っちゃダメ。今度こそ証明するから。ね。ほら。見てよ、ほら、メアリーの猫をあんな風にいじめるなんてひどすぎるよ。そんな。大丈夫だぞ、お前ならやれる。よし、いい子だ。ココ。助けたんだ。心の優しい人ね。え、ちょっと騙されないで。ピーター、いい加減にして。もうたくさんよ。もう帰るよ。またな。待って、まだダメ。ジン、どうした？倉庫で火事があって、誰かが閉じ込められてるの。すぐに向かって。了解。怪我したらどうするんだ。こんなところで遊んでちゃダメだろう。やった、これであいつの本性を暴けるぞ。いいか、3人とも、干し草はすごく燃えやすいんだ。火花が飛んだだけでもな。伏せろ。ピーター、トミー、
また君か。今週だけでもう2回も怪我しそうになってる。うん、ごめんなさい。やけどしなかったか？大丈夫？うん。ふぅ、間一髪だったよ。無事でよかった。うわ、よかった。発明品が役に立ったわ。助かったよ。ありがとう、トミー。君は最高の消防士だね。トミーはヒーローよ。そう、みんな、私たちを守ってくれる消防士に感謝するのを忘れないようにしましょう。消防士は火を消すために危険な場所に入って困った人たちを助けるの。応急処置の訓練もしてるから怪我の手当てをして病院に送ることもできるわ。なるべく火事が起きないようチェックするのも仕事よ。自然災害が起きた時も私たちを助けてくれる。何かあれば助けを求めて。どう？かっこいいでしょ？消防士かっこいい。トミーありがとう。命を救ってくれてすっごくかっこよかった。ピーター、昨日はなんて言ってたっけ。うう、確か僕たちにいきなり怒鳴りつけてきたあの嫌なやつ。みんなまた会おう。ありがとうトミー、また会おうね。またな。シートベルトは命を守る。これでいいわ。このシートベルトがあれば子供たちの安全はバッチリ。ありがとうジン。子供たちも家族もこれで安心だ。そうね。雨が止んで予定通り明日子供たちと遠足に行ければいいわね。うん、そうだね。うん、いい天気になって本当に良かった。さあみんな準備はいい？待って、いいまだケビンとダグが来てないの。どこにいるの？それで僕が、ね、やったね。僕が窓側だ。そうさせないよ。やめてよ。はやった、僕の勝ちだ。おいするぞダグ。べー、なんだやるのか。なんだと。君たちもうやめてよ。出発の時間だから早くシートベルトを締めて。あれ、これ新しいシートベルトだ。本当だ。三点式ベルトって言うんだ。前のよりも安全でしっかり守ってくれるよ。イエーイ。車の中で君たちが安全でいるためにするんだからちゃんと締めないとダメだよ。そんな締め方じゃ怪我しちゃうってば。分かってるよスクルビー。それじゃあ出発するよ。うん、よしみんな、あと少しだ。お昼休みが早く取れそうだ。やあマックス。やあポリー、仕事が大変そうだね。うん、雨のせいで道がめちゃくちゃなんだ。君は元気？僕はもちろん元気だよ。じゃあ見回りを続けるね。みんなご苦労様、頑張って。じゃあねポリー。うわーすごい。もうねえダグ、そろそろ席変わってよ。あ、ねえウサギがいる。え、僕にも見せて。ああもう行っちゃった。ああ僕も見たかった。うわ今度はリスだ。どこ見たい、見せて。またどっか行っちゃった。シートベルトのせいで窓の外が見えない。うう、シロクマだ。えライオン、トムソンガゼルだ。嘘だろ、ティラノサウルスだ。まあ、言っちゃったけどね。あー、もう。あれ、一体何だろう。今度こそ絶対に見えるぞ。ヤッホー。ケビン、危ないよ。席に戻ってシートベルトを締めないと。うわ、落石だ。怪我してない？大丈夫だよ。新しい3点式ベルトのおかげで助かったわ。誰か助けて。あれ、ケビンはどこだ？僕はここだよ。ケビン、そんなとこで何してるんだ？窓の外が見たかっただけなのに。しっかり捕まって、今引き上げる。どうしよう、誰か助けて。子供が危ないんだ。あれ、スクールビーに何かあったみたいだ。持ってるから絶対に僕の手を離しちゃダメだぞ。お願い離さないで。手の力が捕まって。
ケビン！ケビン、お前くん！よし！無事に助かったら教えて！オリー！大丈夫かい？オリーのおかげだ。さすがポリー。ケビン、これでどうしていつもシートベルトをしていないといけないか分かったよね。出発した時はしてたんだけど、それで事故はほんの一瞬で起こるんだ。だからちょっとしか乗らない時でもシートベルトをするのが大切だよ。そっか。じゃあみんな聞いて、シートベルトが君たちの命を救うんだ。車がぶつかった時もシートベルトをしていればひどい怪我をしないで済む。ベルトをしっかり締めていると、もし車が転がってしまっても安全でいられるんだよ。シートベルトをするときは胸の前でねじれていないかをまず確かめよう。それから音がするまでしっかりはめるんだ。車に乗ってすぐシートベルトを締めれば忘れないし怪我もしないよ。それに車から手や頭を出すのは絶対にやめようね。分かったよポリーどこに行こうか迷っちゃうけれど、君と一緒なら最高さ。安全にプールで遊ぼう。1、2、3、4 1、2、3、4。パパ、早く泳ごうよ。もうプールに入っていい？ダメだ、まずは準備体操をしないとな。どうするんだ、ケロ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 。何それ。ほら、パパさんガエルだ。ケロ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 。気持ちいいな。よっしゃ、オラオラ行くぞ。うわ、来ちゃダメ。もしかして泳げないの？泳げるもん。ピーター、泳げないなら練習したらいい。パパさんガエルが教えてあげよう。すぐ泳げるようになる。本当に？まずはうんぱー、こうやって水の中で息を止めるんだ。やってみて。もうちょに。足を伸ばしてバタ足するんだ。おお、その調子だ。いいぞ。もう話しかけないでよ。ピーター、ファイト、頑張れよ。しっかり足を動かせよ。まっすぐ進め。やった、到着だ。泳げるようになったぞ。上手だったよピーター。ジョニー、プールの端っこまで行こうよ。いいね。ダメだ、あっちのプールは深いから危ないぞ。このビート板を使えば大丈夫だよ。休憩時間です。皆さん、プールから上がってください。それならおやつを食べに行こうか。やった、おやつの時間だ。これを水の中に投げるとすぐに浮き輪になるから、溺れている人を助けることができるわ。ありがとう、これで安心だね。緊急の時はここから使って。わかった。ほら、よし。おー、よし、任せろ。おじさん、大丈夫？はっ、うん、トイレに行ってくるから二人で遊んでてくれ。もう恥ずかしいな。よし、行くぞ。なんで強く打ったんだよ。ごめん、今取ってくる。もうちょっとで。何してるんだよ、もっと遠くなっただろ。プールに入って取ってくるよ。ダメダメ、こっちは深いんだから。ビート板があるから大丈夫だよ。取ってくるね。待って、ピーター。捕まえた。見て、簡単だっただろう。
多分大丈夫。ピーター、さっきは危なかったわね。アンバー、ごめんなさい。子供たちを置いてトイレに行くべきじゃなかったんだ。ピーターとジョニーには安全な水遊びの仕方を教えるわね。水の中で遊ぶときは浮き輪や救命胴衣を必ずつけるようにしてね。絶対に深いところには行かないでね。水に入る前にしっかり準備運動をすること。突然水に入るのは心臓に良くないわ。心臓から一番遠い足からゆっくり水に入ってね。プールサイドは滑りやすいから走らないこと。プールに飛び込むのも危険だからダメよ。食事をする場合は消化を待ってから水に入ってね。難しくないでしょ。うん、そうだね。これからはもっと2人の安全に気をつけるぞ。これなら安心だ。なんでこうなるの。パパひどいよ。やだやだ。